でも性格ハンターや請求列車とは違って私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。銃の赤人は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに帰するところがある。その道のりの途中でダイヤモンドに誘われ、彼と一緒に歩むことを決めたのよ。その道のりは短いかもしれないし、長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから、それを埋めるために外部のものに頼り続けるしかないの。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、その穴を奇跡で埋めてくれると、肉体は弱くとも我が心は輝く石のように固い、さもなくば孫悟の道は成り立たない。これで分かったかしら。これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンス、財産、生存、未来を手に入れたの。それによって赤心はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて孫悟の偉業を成し遂げるのよ。